タビューにされた平野紫耀ファンが悲鳴。ジャニーズ JR ランドネオのインスタ騒動。1、インスタ更新の背景。5月14日、ジャニーズ事務所のバラエティ番組、ジャニーズ JR ランドネオ、TBS チャンネル1、が公式インスタグラムを更新し、同番組に出演したメンバーの写真が数多く投稿された。 この番組は次世代ジャニーズを担う JR たちが様々な企画に挑戦し、成長する様子を追いかけるバラエティとして4月にスタートしたばかりだ。テレビ揮者によれば、公式インスタは今回、この投稿と一緒にもう一度見直すと、よりお楽しみいただけるかもとのメッセージと、共に放送第2回に出演したメンバーの写真とプロフィールを投稿したという。2。 プロフィールに物議このインスタ投稿に対し JR ファンたちの中で物議を醸しているのがプロフィール欄に関する部分だ。プロフィールには名前や青年月日だけでなく憧れの先輩に関する情報も掲載されている。ところが特定のメンバーの名前が削除されているというのだ。テレビ式者が明かすところによれば 放送台1回目の出演メンバーを紹介した4月の投稿では、ジャニーズ JR 内ユニット GO。GO。キズメンバーの松浦銀子殺しと佐久間霊区が憧れの先輩にキング、リンチェプリンスヒーローのようを挙げていたというしかし、今回の投稿では、松浦と佐久間のプロフィールから平野の名前だけが綺麗に削除されていたとのこと。 平野の仕様はすでに22日をもってジャニーズ事務所を退除しており、そのために関連する写真や動画が削除されることは理解されるが、名前までが多重とされることに対して、ファンからは不満の声が上がっている。3. ファンの反応。 ジャニーズ JR ランドネオのインスタ投稿に対するジャニーズファンの反応は、平野市用の名前が削除されたことに対して驚きや悲しみの声が多く寄せられている。平野がジャニーズ事務所を退所したことを受けても、彼への憧れや応援の気持ちは変わらないと語るファンが多く、そのために名前までが削除されることに納得いかない様子が見受けられる。 平野く君をタブーにしないでキンプリへの対応が泣ける平野く君が退場しても憧れる気持ちは変わらないんだからわざわざ消さなくてもいいのに。といったコメントが SNS へ出会い次いでいる。ファンたちは彼らの愛するアイドルが過去のつながりまで削除されることに強い違和感を覚え、その結果として平野に対する思いがより強くなっているようだ。4。なぜタブーに 平野耀の名前が多重とされている理由については、ジャニーズ事務所の方針や番組制作側の意向に起因する可能性が高い。ジャニーズ事務所はアーティストたちのイメージや活動に厳格な管理を行っており、特に退場したメンバーに対しては一線を引くことが一般的だ。また、番組制作側もスポンサーや関係者との調整を行う中で、 退場したメンバーの名前を出すことが難しいと判断した可能性が考えられる。このような状況下で平野の名前がプロフィールから削除されたのは単なる偶然ではなく計画的な配慮があった可能性が高い。5. ファンの期待と現実の狭間ファンの期待と現実の狭間で揺れる状況はアイドルファンにとっては痛手となる。 特にジャニーズファンはメンバーとのつながりを大切にし、彼らの活動や個々の進展に強い興味を抱いている。そのため、アイドルが退場する際には、ファンたちが愛着を抱く名前や瞬間が失われることになり、それがしばしば感傷的な反応を生む。ジャニーズ JR ランドネオのインスタ投稿での平野耀の名前削除は、そうした感情の表れと言えるだろう。 退場に伴う厳しい現実が、ファンの心に深い傷を残しているようだ。平野耀の名前がジャニーズ JR ランドネオの公式インスタグラムから削除され、ファンの間で物議を醸している状況が明らかになった。ファンからの不満や悲しみの声が相次いでおり、アイドルとファンとのつながりが大切にされていることが浮き彫りになった。一方で、 このような事態は、ジャニーズ事務所や番組制作側の方針に起因するものと考えられ、アイドルの退場に伴う難しい状況が反映されている。アイドルファンにとっては、期待と現実の狭間で揺れる苦しい瞬間となっていることだろう。ジャニーズ JR& ランドネオが今後どのように、この問題に対処し、ファンとのコミュニケーションを取っていくのか、注目が集まるところだ。 アイドルとファンとの絆が大切にされ、尊重されることが求められている中で、適切な対応が期待される。